皆様こんにちは。 Vlog ご無沙汰しておりました、畑中陽子です。今回の Vlog はですね、4月に中目黒にできました八丈島料理のお店原発船堂、何回か行ってるんですけれども、それを1本の動画にまとめました。最後までご覧ください。ご覧いただいているのは店内の個室です。新島、三宅島、そして額にですね、八丈島からの手紙のフライヤーを飾っていただいております。ありがとうございます。そして原発船堂のメニューをご覧ください。いろいろなメニューがあるんですけれども、そうですね、明日葉の天ぷら、まあ私は行ったらすぐに頼みます。そして草屋、はい、他にですね、八丈島以外のですねメニューもたくさんあります。はい、こちらは島寿司ですね。こちらに行ったら絶対にこの島寿司は召し上がっていただきたい。他にもいろいろあります。どうぞご覧ください。こちらは八丈島の焼酎ですね。もしこちらのお店にいらした場合には、一つ一つ味わっていただけると嬉しいです。はい、こちらの原発船堂はですね、私の八丈島の同級生のお兄さんが新小岩、小岩でやってらしたお店なんですけれども、もうご高齢だということで、そのお店をですね、今回オーナーが買い取りまして、船橋、そして中目黒にも支店を出して新しく出発されたそうです。すごいですね、八丈島の方じゃないんですよ。ありがたいですね。こちら八丈島の焼酎でございます。この場面は娘の誕生日にお邪魔した時です。メニューの名前がわからない時は黙っておきますね。明日葉の天ぷらです。草屋です。この草屋を焼く匂いが嫌だというお客様が多いので、草屋を焼いてくれるお店が少ないんですが、こちらのお店は焼いてくれます。うわ、結構強烈、涙出てきた。嘘。あ、卵焼くの忘れた。え、どういうの。美味しい味は。でしょ、うん、でしょ。でも強烈な感じがする。トコブシの柔らかに。最近トコブシもね、取れなくなっちゃってるんですよね。でも今日はトコブシ入っておりました。ラッキー。ポテトフライ、アサリの酒蒸し、小味のフライ、卵焼き、
本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。原発船頭いろいろなところにございますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。はい、今日は久しぶりの Vlog でしたが、もう師走ですね。今日はですね、なんとクリスマスイブにこれを録音しております。はい、ということでメリークリスマスイブ、皆様素敵なクリスマスイブをお過ごしください。では皆様良いお年をお迎えください。じゃまたね。思い出に色つける月明かり。